来た。どっち？やっちゃうよ。うん、うまい。はい、おはようございます。カッパパです、ここはですね、小仏のバス停、高尾の駅からだいたい20分ぐらいで着きました。というわけでございまして、今日はですね、こっから小仏峠を通って城山に登って、今シーズン初めての鍋をやっていきたいと思います。はい、というわけでね、コース概略ですが、小仏バス停からスタートで、分岐を小仏峠に向かって登ります。やがて小仏峠に到着、城山に向かって最後の登りです。はい、今日の目的地小仏城山へ到着です。そして下山はね、日陰方面、よく整備された林道を1時間下ると日陰のキャンプ場に着きます。そのまま10分ほど歩くとね、日陰のバス停です。では今日も行ってみましょう。今ね、小仏のバス停から、まあ、登山口の方登ってんですけど、もうこれ正直言って初めて通るんだけど、結構車通りますね。あれ、おお、まあ、こちらの方がお作りになったやつですね。あ、梅干しなんかもあるね。あれ、分岐だわ。あ、ここずっと登っていくと影信山ですね。で、小仏はこっちだ。はい、小仏バス停からね、こういうふうに登ってきて、今ね、影信山との分岐を過ぎて、小仏峠の登り口に向かってます。あれ、タクシーが行くんだね。行けんだ。おー、すげえな、ここ。これずん止まりか。いや、いや、ボコボコ入ってくんな。栃木でこれやったらもう大喧嘩になっちゃうこれ。都会の人はマナーがいいね。まあ、あそこで揉めてっけどね、実際なんかやってるわ。これあれだね、わだちの跡はないけど、軽トラぐらいだったら登れる幅だね。そうね、なんかね、こんな感じでよく踏まれたというか、これ採石だね。ちゃんとしたジムニーぐらいだったら登れる道ですね。非常にね、歩きやすいですよ。はい、だいぶ手前からね、なんかちょろちょろ音が聞こえてたんだけど、これが正体ですね。あ、結構ねいっぱい出てるね。こっちとかブラシが4つよね。うん、ああ、冷たいわ。ああ、これはこの幅だからね、クローラーかなんかですね。あ、そうだよ、跡がある。そうか、こっから運び上げたりするんだね。道理で広いと思った。しかもこれ、わだちの跡だよね、これね。もう一台軽トラあるし。ああ、軽トラあった。
ここまで来てね、感想は、えらい人が少なくていいですね、ここ。本当に。ここはいいですね。静かに歩けます。おー、だいぶ出てきたよ。わ、晴れたね。いやぁ、暑くなりそうだ。でもいいね。しばらく天気がさ、パッとしなかったからさ。お、休憩ポイント。ここずいぶん広くなってますね、これ。あ、ここもしかしてさ、あのタヌキんとこじゃない？タヌキんとこあ、もうここまで来ちゃったんだ。そうだよ、思い出した。タヌキ、あ、タヌキいるわ。安定の3匹。ウサギかなんかいたよね、前。いた。仲間外れにされたか。なんか青いキャラが追加になってるけど、うん、あ、ポンポポンポンポンキッキーズ。あの、いつもはね、鷹を縦走するときに通るんで、向こうの影信山から降りてくるんですけど、いいね、この落ち葉の感じも。はい、ではね、ここから白山に向かいましょう。お、あ、そうそうそう、あったね、これ。うん、あ、これがお茶屋さんだとか。すごいな。はい、思い出したこれ白山の最後の登りだろ、これ。そうだそうだこれ陣馬からさ来るとここ答えんだよな。はい、という間です。まあ、ここから登っていきましょう。ほら、なんかさ、アンテナっぽいのが見えてるあれ白山のアンテナでしょ、懐かしの。あらららら、はい、え、まだ9時6分だぜ。着いたんでないかい。着いたわ。おお、はい、9時8分か。あの、バス降りてね、一番奥の駐車場、混み合ってるとこ、あそこから歩いて1時間10分ぐらいですね。早かったわ。これは早かった。まだまばらですね。天狗ってどこあるの？天狗。天狗そこ。ん？あ、これか。いや、どうもだな、これ。立派な天狗さんだね。はい、こっちがね、晴海茶屋さんで、ここは県境で、こっちは東京、こっちが神奈川で、これが白山茶屋さんですねうわ、富士山すごい、真っ白。ここは確かさ、以前ですか、今年の春かな、相模湖から登ってきたんですよ、ずっと。そういう動画あるんだけど、ちょうどこの下の広場に出るんですよね。非常にね、いいコースです。お、来た。どっち？今日はこっちかな。札幌黒
5年ぶりくらいありがとうございます、はい、さあ、はい、やっちゃうよ。うまいこれはうまい、うん、で前ほらあのやっちゃん誘ってくれたあのなんだっけ 石割山、石割ですか、はい、石割行ってきて、だからほら結構窃盗ヶ岳とかさ石割とか全部やっちゃんに教えてもらってるから、はい、いやでも本当にここはあれですよ、ええ、30分ですよ。30分登山というところじゃないところが何か所かあるんですけどね、こんにちは。あ、こんにちは。あ、どうも。どうも。はじめまして。どうぞ。はじめまして。どうぞ。どうぞ。どうぞどうぞ。初めて会った気がしないけど、初めて会った。どうぞどうぞ。あ、どうぞ。前。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。へえ、初めまして。初めまして。じゃあダメなんでしょ。でも前ツイッターで顔出してましたよね。顔出した。なんかね、来るって方がね、結構なんかツイッターでは見かけたんですけど。葉っぱ持ってきますよ。あ、なんすかこれ。あれ。あれ一本5万円の。ありがとうございます。5万円のお酒をいただきました。ありがとうございます。なんでかわかんないけど本当ですか。ありがとうございます。今開けない方がいいですか。そうですか。じゃあちょっと開けちゃいます。いいですか。あ、すみません。あ、これ作ってくれたんですか。あ、バンさん作ってくれた。すごいですね。これバンさん売っていいですよ。俺売る気ないから。売れるんだったら。あ、すごい。いやー、もうありがとうございます。神奈川県秦野だね。秦野農作。そこで、そうだね。どこおすすめのとこ一緒に行きましょう。ね、すげえこれ。初めて見たよ自分のステッカー。作ってもらって。そうですね。グッズ作るユーチューバーさん多いんですけど、パパさん作らないですか。全く作らない。バンさん飲まれるんですか。飲まない。あ、飲まないんだ。あ、飲めないんですか。そうですね。じゃあ俺だけだ。いつも俺だけなんだ。バンさんちょっとホルモン食べますよね。あ、すいません。奥さんの分。はい、チゲ鍋入りうどん。これね、去年、あ、今年か、カウママがイオリ滝で食べてすげえ美味しかったって。めちゃくちゃ美味しいです。汁が。じゃあ行きます。すげえガスが吹っ飛んだね。あ、ご苦労様です。はい、滑るよ。はい、気をつけて。おおおお。あ、これ魚沼ってこれあれじゃない、この間飲んだのと一緒だ。あ、暑かんですね。暑いです。それは暑かんです。あ、そうそうそう。で、これね、九州のあの YouTuber の池新さんとかがいてね。で、九州のチャンネルを、あ、九州の登山を紹介するチャンネルか。で、これやってね、もう九州で大受けしちゃってね。石川さんの値上げ半端ないですよね。山小屋とか。本当ですね。はい、高菜ピラフ。結構量あるね。量あるね。ピラフですか。うん、ピラフも。すごいな。入るかな。
優しく炒める。私いつもやってもらってばっかりなんでガスが上手に使えないんです。見てごらん、チャイクなんてご飯もらえないから。すごい、もう満席に近いんじゃない。美味しいよこれ、さっぱりしてる、当たりだね、量もね、これぐらいがいける。はい、いつもね、ツイッターでね、仲良くさせていただいてる、バンさん、正式名称は、バンピストン課課長さんです。課長かどうかよくわかんないですけど、すごくナイスガイな方です。これは兄貴分、やっちゃんです。こんにちは。はい、どうぞ。すいません、ありがとうございます。うん、うまい。あ、ありがとう。今度は何？高尾さん。あ、高尾さんだ。これが有名な。どう見てもワンカップ大関だけど、高尾さんって書いてありました。製造まるで地元じゃないですか、あきる野市。そうですね。あきる野市。どこら辺ですか、あきる野市っていうのは。もうちょっと、こっち、こっちかな。こっち。あの高尾山の圏央道が高尾山の次のインターがあきる野なんですよ。なるほどなるほど。あのサマーランドがある。サマーランド、はい。そうもう酔っ払ってっからみんな一緒だね、はっきりと。もうお腹いっぱいなんで下山します。城山はですね、まあ、神奈川の方、東京の方、両面めちゃくちゃ混んでます。おお、すごい。あら、これはね、何回かね、城山来てますけど、こんなに綺麗に見えるのは初めてかもしれない。あら、これはすごいね、空気が澄んでるんだね、特に冬は。すごい、スカイツリー。ああ、素晴らしい。はい、ということでございまして、だいぶ酔っ払っちゃったんですけど、帰りはですね、はい、やっちゃんのご案内いただきまして、別のルートから帰りたいと思います。こういうルートがあるんだ。ここも紅葉が綺麗だったんじゃねえだよね。残ってますもんね。あ、隙間があります。はい。ああ、これがね、下りの唯一の水場です。はい、これがね、日陰沢のキャンプ場です。なんか、聞いたらね、料金タダだって。ここはね、日陰沢キャンプ場です。ちょっ
っと見てみますと、ここが管理棟ですね。あ、あそこトイレ。こんな感じです。なんか公共の施設らしいんで、ちょっと申し込みがね、よく確認してから行ってください。日陰沢の駐車場です。まあ駐車場ってのはただ広くなってるんで勝手に置いてるようです。ここにも止めれるんだ。はい、アスファルト路に出てね、ここが日陰のバス停ですね。14時14分これ行っちゃったから、これですね、23分。